休み推しなのです。なんか新しいあのログインボーナスで服をもらったんです。サンタ服らしいんですけど、全然サンタ感ないですよね。あの色が何種類か選べて、あの一番サンタ感がないやつを今着てます。むしろ探偵ですよねこれ。ということで今日はゲームをやろうと思う。あ、やっぱりアホ毛がちょっと頭の先から出ていますね。帽子から貫通してます。いつものことなんですけど、この元住吉七尾が帽子をかぶると大体アホ毛が貫通してしまうっていう、まあ病気ですね、いわばね。で、昨日紹介したクラウドシティっていうゲームを突然なんですけど、やりたいと思います。ということで、どうぞ。こうやってやると、まあはっきり言って、変な声の人が、ゲームをやってるだけっていう状態になるんですよね。あ、これやばい。今、元住吉七尾は46っていう、47人。あ、この辺がですね、4車線道路になって、わあ、後ろが食べられてしまいました。この辺が4車線道路でですね、人々はここに集まってくるので、この辺をうろちょろするのが、効率はいいんですけど、あと元住吉七尾はそんなに強くない、人数が集まってないので、その激戦区にいると危険なんですね。この人、とどめを刺したいけど、やめておきましょう。下行こう。もう黄緑色っていうのが、やりやすそうな、ここで生きた。なんてこった。2茶までランクを上げてたんですけど、一気に落ちちゃいましたね。5茶まで落ちちゃいましたね。はい。追ってきますね、この人。他のやつに食われる。困ったな。この変な色。何色っていうんですかね。これも食いたいが食えるほどでもない。どうしようどうしよう。向こう赤いるんだなぁ。もうダメです。6茶なので、一応2ポイント獲得って感じですかね。3、2、1。タイムアウト。ですわ。ちょっと失敗しましたね。次行きましょう。これ4車線道路がもうすぐそばにあるので。これ4車線道路になっているので、まあ、ここでちょっと、兵を集めたい。戻ってきてるのか、こいつ。ひどいなぁ。ひどい感じですね。ちょっと私服の感じでいきたいと思います。こいつはやれる。雑魚だけに雑魚を追ってしまうと、パワーが得られないんですよね。こんな感じですかね。どういう編集をしたらいいんだろうな。だね、編集ソフト、例えばファイナルカットとか買っちゃえば、いわゆるピクチャーインピクチャー、ピクチャーインピクチャーみたいな格好で、この、いつもの元住吉七尾の顔を映しながら、こいつ倒せんじゃん。顔を映しながら、そっちゅうこともできるんですけど、4茶はあんま意味がない。3茶まで上がりたい。あと20秒で3茶まで上がりたい。
赤の76を潰せればいいんですけど、ちょっと4車線道路、これ賭けですけど4車線道路に入ります。これ3茶上がった、上がった、 OK、 5ポイント。3茶上がると5ポイントで、それ以下は6茶までは死ななければ2ポイント、あとは死んでも1ポイントっていう、死んでも1ポイントくれんのかよみたいな話ですけどね。なかなか勝てないですね。これも4車線道路すぐそばにあるので、まず4車線道路に進入してみましょう。元住吉七尾、まあ、七茶に上がりました。六茶、五茶、さあ39倒せんでしょう。そして今トップ目入ったんで、トップ目入ったんで怖いものはないです。もう何も怖くないです。俺をどん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 倒していく、まあ、一回強くなってしまえば、まあほとんどトップ目になったら無敵なんで、トップ目をキープすることだけを考えればいいんですよ。上から誰か来てますけど、あれ渡るだけだな。2茶を潰しに行きますか。もう、あ、来てくれましたね。あ、3茶が下にいるんで、これも撃破しましょう。よし、いい感じです。さあ2茶の黄色が上にいるんで、これを追っかけたら終わりかな。もうちょい時間あるかな。混乱してるようですが潰します。そして、あ、全部倒せそうですね。あー、でも逃げられるときついかな。追い詰めましたよ。よし、全滅でーす。一人勝ちでございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あと10秒もあるよ。ありがとう、イエーイっていうゲームでーす。ここは4車線道路ですね。ちょっと6車線のとこもあるんですけど、この広い通りをキープするっていうのはまあ基本になります。でも600人しかいないですね。どっかではぐれちゃいましたかね。細かいとこにこう攻めていったんで、そうかもしれないんです。というわけでクラウドシティというゲームでした。